もうマリガンまで済んでそうですけどね、はい、佐藤選手がちょっと7枚ではなかったっぽいんで、はい、というわけで今アナウンスがあって始まるところですね。はい、では佐藤選手、先行となります。佐藤選手はですね、1位通過ですのでワンバイ持った状態で始まっております。さあ佐藤選手、イゼットカラーですね、ゴブリンの伝術師、インスタントオーサリが1マナ軽くなる 2-2 のクリーチャーですね。佐藤選手は初手が2分2ゼットでそのまままっすぐ、はい、パル2分2ゼット、あのクリーチャーもですね、まあ、マナコースはかなり厳しいんですけど出るとそうですね、弱者になるっていう。佐藤選手はしかも、ギルドもしっかり複数枚ピックできてたので、はい、色マナも問題なく展開できるんじゃないかなと。まずストレン選手ですね、ゴブリンの伝術師でアタックし、お互い急進出を唱えてという形です。ストレン選手は、まあ、途中伸ばしていくところですね、まあ、色マナを整えていると。さあお互い急進出走から入ったんですが、さらにもう1枚引きましたね佐藤選手。そしてゴブリンの伝術師アタックと、はい、ミデットにおいて1マナ軽くなるっていうのはかなり重いというか、そうですね、大きいですね、はい、特にイゼット5マナのスペルが強いけどやっぱちょっと重いみたいなデッキはよくできるので、はい、そういうデッキだと非常に助かる1枚ですね。まあ、ただ佐藤選手エンド前に急進思想を使うことができたのに使わなかったということは、その時点では捨てたいカードが特になかったと、はい、いうことで非常に手札強いんじゃないかなと思いますね。まあ、ちらっと2分ミゼットが見えたような、お見えてしまう、まあ、なので島の4枚目っていうのは今確実にいらないんで、多分先ほどのターン終了時には島が3枚しかなくてメインフェーズに入って4枚目の島を引いて捨てたのかなと思いますね。はい、ペトル選手はこのターン動いていきたいんですけど、土地ないんですかね。土地が今見えなかったように見えたんですけど、まあただその分手札には大量に呪文があるので、はい、あ、土地はないかもしれないですね。ちょっと見えないですが真ん中にありそうですけどね、はい、ここは急進出走でもう1枚引いていく、摂氏を捨ててワンドですね。はい、ギルドモン、リミアのギルドモンを引きました。まあこのターン、デッキにタップインがいっぱい入ってるんで島を置くんじゃなくてちょっと選択肢を広げてから、なるほど、まだ夜のことかもあるんでこのターン、相打ち要因を出すかそれとも、はい、タップインを処理しつつ、あ、死の重みもありますね、まあ、その2択ですね、はい、まあ、軽く除去はできるので今整えていくこと。はい、ここで死の重みを前述に唱えました。佐藤選手そのまま除去されて、さあディミアのギルドモンをタップしてターン終了。ただペトル選手のデッキには除去が大量に入ってるんですよね、はい、なので2分ミゼットを空の状態で出してもただワンドローして死ぬだけみたいな、はい、これ損傷する上貴族、赤の呪文を唱えるためにプラス1カウンターが乗っていく、今構築でも大活躍中の1枚ですね。はい、さあこれもすぐ除去していかないとどんどん大きくなっていって厄介なクリーチャーですが、さあここでハンデス、ここで見えてしまいました。さすがにさすがに2ミリットダメだと。いやけどこれも多分結構前から持ってたのに、やっぱりちゃんとここまで引きつけて、はい、あの2部が佐藤選手が一番持ってる可能性が高い、なおかつ出てくる直前の 5ターン目にキャスト、はい、やはりデッキリスト分かってる、そうですね、からできるプレーと言えますね。まあ、ちなみに先ほどのラウンドの1回戦は対戦相手のデッキリストは日本語だったんで、ラルザレクが読めずに入ってることが分かってなかったとそのせいで1歩目違うカードにカウンター呪文を使っちゃってラルが通って負けちゃったっていうのをちょっと反省してたらしいので、今回は英語のデッキリストは配られてるらしいです。ラル持ってるんだったら打たなかったよはい、佐藤選手青青赤赤赤揃ったんですけども、先ほどのニューミルトが捨ててしまった、捨てられてしまったので、さあここは短周ですね。もうこうなるとペトル選手手札は濃いですからね、はい、もう本当に強いスペル除去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 とかじゃないですか。もうロングゲーマーはお手の物といったような手札になってます。さあここで、ゴマナ使って除去していきました。これは土地2枚は墓地に送って色の子でアタックしていきます。これハンコあるので、先ほど2回殴ったんですがもうライフは同点になってしまいました。佐藤選手
ちょっと動きが悪いですかね。うん、そうですね。手札にはクリーチャーを強化するスペルしかなくて、はい、そこで動きが止まってしまったと。夜の子でアタックし続けていきます。もうこうなればペトロ選手は手札に状況がいっぱいあるので、はい、もうただ待ってるだけでもひたすら有利になりますね。はい、ここでギルドメイジ、ゴルガリのギルドメイジを出して さらにさらに追加のクリーチャーと。佐藤選手もここでクリーチャー引かないとかなりきつい展開になってきますね。ただペトロ選手は手札に状況が3枚という鬼のようなフォーメーションで、ユニゼット捨てられてしまったのがかなり痛いですね。そうですね、ちょっとゲームが組み立てづらくなりましたね。さあかなり悩んでいるようですが、何か引いたんでしょうか。ギルドメイジの威迫つける能力もかなり強いですね。まあもうこのままビシバシ縛いていくだけでも。佐藤選手はとちとちクリーチャー強化するスペルと、はい、シルベの稲妻、3マナの墓地か追放領域のインスタントソーサリー分ダメージは持ってるっぽいですが、はい、さあこれ除去落ちそうですね。今日やるのかライフレスでちょっと不利になる。いや今単純に1点しか打てないんだけど、追放領域に、1枚あるんで3マナ1点、はい、急進思想のみだったんですね、はい、これですね、再活するとスタック領域に行っちゃうんで、このスリベナナズマカウントできないんですよね。まあ、ただあの再活でコストでインスタント呪文を捨てるとプラス1されるので、今あの先ほど見えてたプラス3プラス3、これを捨てると2点になるので、はい、ただマナ払いは大きくなる。3万人のクリーチャーを除去しました。ここはギルドメイジでアタックしていきますね。さあここは、ディミアのギルドモンをタップインして除去を構えてターン終了と。さあ佐藤選手がこの除去の波を超えていけるのかと、うん、ちょっと土地が溜まりすぎてしまってはいるようですが、これ何か引きたい。もうやっぱりこのレベルになると変なクリーチャー、はい、もうどうでもいいクリーチャーに除去を使うっていうことはもうほとんどないので、はい、採用されている枚数も限られてますからね。ペトロ選手はかなり多いんですけれども。さあペトロ選手また地味な、はい、地味ながらもいいカードですね。おお、打ち消し呪文、軽蔑的な一撃ですね。ここで飛び返るですね。呪文となると飛行持つ。まあもう明らかに佐藤選手はちょっと息切れしてるんで、使っていきますね。そうですね、これもどんどん押せ押せと。まあ、この諜報もしっかり使ってドローを操作しつつ、これで追加のダメージをクロックを手に入れたので、ノーのアタックしていって代表を攻めていきます。そしてさらに追加のクリーチャーと。もうこうなるとここまでライフを押し込んでクリーチャーが並んでいると、はい、ギルド魔導士の上の能力も生きてくるので、はい、これは返せませんね。手札が土地土地土地とマナフラットしてしまったようでした。はい、というわけで準決勝第1ラウンド1ゲーム目はですね、ペトル選手が1本取りました。ここはサイドボードでやっていきます。まあただデッキリストを知ってる恩恵といいますか、はい、あの手札外の完璧なタイミングは見事でしたね。そうですね、6ターン目に出るところだった2分ミゼットが5ターン目にハンデスデッドしっかりキャッチして、はい、ハンデスデッド抜いておくと。やはり出てしまったらもう一巻残りですかね、あのカードは本当に。まあただペトル選手は本当に先ほど除去がかなり余ってた、はい、通り除去はすごくたくさん入っているので、まあ、出されてもちょっとアドバンテージは取られてしまいますが、そうですね、除去できる、できそうと。まあ、なので盤面がイーブンの状態だったら本当にただのワンドローだけになってしまうこともあるので、はい、佐藤選手としてはできればそのもう5マナの除去を打ってるのも厳しいみたいな盤面にしておけるといいですけどね、はいはい、できれば盤面を作っておいて相手に一旦除去で消費させた上でこちらはワンドローして有利を広げていくみたいな状態にできればいいですけど、
て、まあ、ピーター選手は先ほども言ったようにかなりコントロールのデッキで、佐藤選手どうですかね、デッキリスト見るとこちらも結構コントロール寄りというか、そうですね、打ち消し呪文も入ってますし、まあただ軽いクリーチャーが多いんで、はい、ウォジェックの護衛が2枚入ったりもするので、どちらかというとガンガン攻めていって、はい、中盤以降スプレードバックアップみたいな。なるほど、まあ、かなり佐藤選手もフェデラー選手にかなり除去がいっぱい入ってるってことが分かってると思うので、はい、それに対応したカードをどんどん入れていくんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね、そこまでサイドボードが充実してるかどうか。これあれですかね、サイドボードは書いてない、メインボードのみ。こちらにあるちょっと用意されているデッキリストがメインボードのみですかね、ぽいですね、はい、なので僕らも知らないカードがこれから出てくるかもしれないですね。プレイヤーに落とされているデッキリストだとどうなんですか、ね、でも同じもの。佐藤選手ただドラフトの位置を見てる感じ、ちょっと打ち消し呪文はあんまりないかもしれないですね。なるほど、上空から守るようなスペルだったりですよね。軽蔑的な一撃とかやっぱコントロール対決だとすごい強いんですけど、はい、ちょっと位置的にはなかなか確保するのが難しかったかもしれません。この環境だとやはり点数高いカードなんですかね。サイド5は、はい、もう欲しいマッチは何枚でも欲しいんで、はい、もう確保できるときに確保しときたいカードですね。青をやるんだったらできれば、最低で1枚もできればもっともっと取っておきたい。なるほどなるほど、サイドボードが本当に嬉しいですね。これが 今ですね、ちょっと全部のカードリプールのリストがちょっと届きました。追加のカウンターはなさそうですかね。まあ、相手のデッキはちょっと重い除去コンっぽかったんで、はい、軽いクリーチャーとかを追加するかもしれないですね。ビダルケンの催眠術師とかは相手の接種とかを無視して攻撃できるので、はい、なので相手が盤面をコントロールしきる前にライフを削りきる、うん、そうですね、打ち消し呪文が少ないんだったらそういうプランの方が良さそうですけどね、はい、なるほど。さあ先ほどお互いかなりデッキリストを確認してますね。まだちょっと決まらないのでしょうか。さてはい、4かはまあレアだったので出ない可能性もありますね。いやなの多分ないですね、はい、多分入ってなくてですね、はい、ちょっと青が、上がペトル君で下が、先ほどの磯選手だったの でペトル選手が結構打ち消し呪文を持っててっていう感じなので、はい、佐藤選手には打ち消し呪文はなかなか届いてなさそうな、はい、先ほど言ったようにかなり攻めて攻めて、うん、そうですね、攻めてまくっていきたいのが佐藤選手ですね。何もない状態でターンが進むとペトル選手が余裕で除去を打ってっていうゲーム展開になるんで、はい、ちょっとコントロール試合、まあ、対決だとちょっとかなり佐藤選手には分がない、うん、そうですね、やっぱ除去が、完全除去がしっかりたくさん入ってる、あと打ち消し呪文も入ってるペトル選手の方がゲームが長引けば、はい、やっぱり強いと思うので、はい、佐藤選手は先手後手の選ぶ権利ありますので、まあ、ここで先手を選んできたらもうビートプランかな。そうですね、はい、ただいま第2期リミテッド新挑戦者決定戦準決勝の模様をお送りしております、はい、準決勝はですね、佐藤麗選手対ペトル・ソフレック選手のマッチとなっております。佐藤選手が青赤イゼット、ペトル・ソフレック選手が青黒緑のスルタイという形のカラーになっております。1ゲーム目はペトル選手が1本取りました。第2試合はサイドボードを含めてどのようなゲーム展開になっていくのでしょうか。シャッフル中ですね。そうですね、相手が除去多いんだったらクリーチャー依存のスペルは少し減らしたりとも、はい、とかもあり得ると思いますが、まあ、先ほどちょっと クリーチャーがなくてでもコンバットトリックのカードが手札で浮いてしまっていたので、まあ、さっきはちょっとね単純に除去をまあまあリストもバレてるんで、ちょっと見えてしまシャフル中に相手のカードが見えてしまったんですけど、まあ、ペドル君がいいよいいよと言った風に見えましたが、
ただイゼットはちょっとやっぱスペルに依存するクリーチャーが多かったりもするので、その辺はデッキのバランスですね、はい、あとはサイドボードから入れ替えるカードがあるかどうか、はい、イゼット安定性を持ったデッキにするのって結構難しいですね。そうですね、ちょっとデッキの構造が不安定になりやすいカラーではありますね、はい、はい、これ佐藤選手マリガンを選択しました。土地が少なかったように見えましたね。対してペトル選手ですが、多分こちらはもうキープでしょうね、はい、アンデス と、出た時にバンドラする猫、ちょっと土地がギルドモンばかりに見えましたが、はい、まあ、序盤さえ押し込まれることがなければ、はい、うん、佐藤選手は初手が2部だったんでちょっと3色は選びづらい、そうですね、ドラフトの流れだったかなと思います。2部を切るか、はい、3色に行くか、まあ、他の色に行くかみたいな感じになってしまうので、やっぱりトリプルシンボルはトリプルシンボルになると、そうですね、あれはもう2色じゃないとほぼ確実に使えないので、はい、さあここで、佐藤選手キープしたみたいですね。6枚でのキープになります。先日も上、はい、で先行取りましたね。ということで、はい、ビートプラン取ってくる、そうですね、という感じですね、はい、まあ、ペトル選手タップに処理していきます。ただ序盤は動けず、はい、佐藤選手、おっと、でも3ターン目までノーアクション、あまり良い手札ではなかったのでしょうか。まだちょっとわからないですが、そうですね、佐藤選手は1の1が2部でした。もうそこからイゼットまっしぐらと、はい、ペトル選手も3ターン目でしまっ、まあ、ちょっとあれなんですよ、タップインかアンタップインが1枚しかなくて、このターンにタップインを処理するターンに当てるか、それともこのターン気前のいい猫を出すターンにするか、まあ、ちょっとあのこのターンアンタップインが引けなかった場合、次のターンのアクションがあまりいいものではないのかもしれないですね、はい、では気前のいい猫を出していきました。ここでこれは4マナ33で多色呪文を唱えるたびにプラス1カウンターが乗っていく。なるほど、まあ、どんどん強くなっていく。トランプ持ってるんですね。あ、ここで、思考消去ですね。おっとこれは直流とシルベドの稲妻と模写、まあ、模写ですかね、パッと見これですね、コピー出てるクリーチャーのコピーを出すというカードですね。これは若干ちょっとやっぱりあの3ターン目のペトル選手のタップインを処理するか、それとも猫を出すかっていう判断が少しだけ裏めった形になっちゃったかもしれないですね。なるほど、そのクリーチャー出てしまったと、はい、そうですね、もう佐藤選手ほぼ確実に次のターンコピーするんで、はい、このターン除去だとだいぶ佐藤選手としては動きがなくて辛いターンがになったと思うんですが、佐藤選手引いたのは島なので、先ほど言った通り模写を、まあ、そうですね、このターンもほぼ確定でそのアクションだと思います。はい、という感じですね、はい、そうですね、はい、模写を活用してコピー出していきました。これ多色の呪文を唱えるたび1カウンター乗っていくっていうのはもうかなり、そうですね、デッキの構造にもよるんですけど、はい、さあただやはりペトル選手のデッキには除去が多いので、はい、まあ、この2体でさえも対処できる手段があるかもしれないです。まあ、しかもデッキもデッキというか手札もバレてるんで、はい、もうとりあえずは盤面さえしっかりさばいていけば、はい、コントロールできるんじゃないかと。さあエンドしたということは、除去構えてエンド、そうですね、タップ、はい、とマイナス2マイナス4が飛んできそうなターンですが、タップマートで、はい、タップマイナス4ですね。さあここ佐藤選手かなり辛い展開になってきましたね。あ、ここおお、悪やる妨害でカウンターと処方1、もうちょっと無理やり通していく感じではありますけど、まあ、ここで6点入れて、はい、後続が続けばって感じですかね。まあ、こうトップに戻しましたかね、トップか今悩んでる状態だと思います。
まだ土地じゃないさそうです、ね、いや山の可能性はあります。山だと次のターン直流からビーコンで打てるんで、山かそこそこのスペルかって感じですかね。僕の予想では山と見ましたね。なるほど山じゃなかったらこんなに悩まないかなと思います。あ、はい、トップさかなり悩んでますね。さあ、まあ、ペトル選手としては相手のデッキに打ち消し呪文が入っているのを知っている上でこのタイミングで打っているので、まあ、ちょっと手札には余裕はありそうですけどね、はい。まあ、もう1枚マイナス2マイナス4と除去はまだありそうですし、はい。さあ佐藤選手は上、ここチャンプしていきました。3あトランプルを持っているので4点、はい。さあそしてペトル選手のターンになっています。の手札本当に、ああ、なるほど。強いですね。強いですね。もう除去もあるし、ライフゲームもあるし、本当に何でもある。もう時間さえ稼いでしまえば。はい。あとアドバンテージ差で、どうとでもなると。佐藤選手の手札には、はい、今のところ能動的なスペルもないので。まあ、直流とシルベの稲妻。そうですね。見えてましたね。まあ、なので、クリーチャーさえ出さなければ、佐藤選手は今のところ見えてる情報だと特にすることもないので。まあ、この2体守っていきたい感じですね。まあ、ただちょっとクリーチャーから展開していった場合は受けるダメージがあまりに蓄積しすぎてしまうので、はい。まあ、ちょっと除去から使っていった方がそうですけどね、はい。ここでここまで除去しました。さらなるマイナス2マイナス4。さあ、かなりペダル選手盤面を掌握しつつあります。情報はどちらも上、どちらも上にしてターン終了。さあ開始の佐藤選手のターン、3点アタックしていきます。スペルっぽかったが、なるほど、はい、相当悩んでましたからね。先ほど悪意の妨害で、そうですね、悩みながらトップに置いたカードですね。ここも構えて短縮。佐藤選手は手札が除去除去なんで、はい、とにかく、まあ、盤面に何かダメージ与えられるダメージソースを送り出したかったと。ちょっと頼りないんですけど、はい。さあここは唱えられる呪文がなさそうですかね。佐藤選手のデッキに 6、7、8点とかはなさそうですね。6万6点か、直接火力的なものはほとんど入っていない。はい、2マナで追加の九神思想ドロス攻めていきます。でコンバットですかね。はい、このスペル本当に強いですね。マイナス24とタップ、1枚でこんなことができてしまう。しかもこれ古文っていうね。あ、けどこれは佐藤選手いい流れですね。上貴族、そして、墓地には急進思想があるので、あ、急進思想で簡単に乗らないです、ね、そうですね、赤以外は関係ないですまた手札が赤の呪文かけ2なので、はい、直流とシルベの稲妻ですね。でペトル選手が、除去でさばき続けるのはさすがに限界があるの で、はい、でクリーチャーを出したらそれを除去してダメージを蓄積させていくことができるので、はい、ペトル選手はちょっといつか2アクションなりなんなりしないと、まあ、ただ佐藤選手も手札が両方とも再活ついてるスペルなんでなかなか切れないんで、なるほど、土地を引いたとしてもそれを再活のコストに当てるとちょっと土地も伸びていますかね。ここでとりあえずはタッピング処理していってターン終了で、まだちょっと除去を構えているターンですね。そうですね、構えて、そうですね、タップ。おっと、ここからの流走者どうでもいいですね、はい。スペルとなるために3-0修正、プラ2プラ0、プラ2プラ0、はい。ただ今クリーチャーが尽きないことが何より大事なので、はい、クリーチャーが尽きないというのは非常にいい流れですね、はい、攻めてはどんどん攻めていきたいですから。そうですね、そうするとペトル選手がいつかクリーチャーでエンドっていうターンが絶対出てくるんで、そこでさらにダメージを蓄積させていければ、はい、しかもこの小柄な流走者は相当ダメージでかいんで、
まあ、再活と合わせてそうですねダメージが通せることができるので、さあこう2体でアタックしない感じですかね。今サンマラさんに瞬速を警戒してます、ね、あなるほど。ササイコ作品ですね。この2マナ22はちょっと今手札が赤赤っていう状態なんでちょっともったいないんじゃないかと試案している状態ですね。まあ、瞬速でちょっと上級族と相打ちはちょっとあれですね、もったいないかなと。もったいない状態的にペトル選手もいつまでも構えてはいられないので、もうグラフでこのターンに出さないということは絶対に選べないので、はい、佐藤選手もそれぐらい盤面にプレッシャーを与えるカードは揃っているので、さあどう動いてくるでしょうか。手札がまた除去除去っていうのがもう一旦相手がクリーチャーを出してエンドしてくれればもうその他に除去を打って、はい、さらに上級族育ててでできるので悩ましいですね。まあ、ただ 2-1 だけでいった方が裏目は少なそうですけど、3-2だった場合はただ相打ちになって次のターンペトル選手がクリーチャー出してくると凄まじいダメージを。エンドあーっとここで名車対価持ってました。やって、まあ、大ダメージを警戒して小柄の優勝者は除去されていきました。さあそしてこの長方に、はい、か見えたかちょっと見えなかったんですけど、1枚は森っぽかったですけどね。もう1枚はどのスペルだったか。2アクションしていくと、あ、土地取ってどちらも墓地ですね。はい、ここでサピトル選手どう動いていくかですね。5マナ44のライフゲイン君もいるんでそれを出すまでにどう動いていくか。手札にあのギルド門をタップしてドローっていうエンチャントがあるんでそれも使いどころが難しいですね。佐藤選手の手札が熟熟なんで中途半端にクリーチャーを出すとただダメージ増える、ダメージが受け、増えるだけなんで、クリーチャー出してそれが除去されてしまうと上級族は 3-3 になり、そうですね、5点ダメージで残りライフ5とかなりきつい状態になってしまう。ただちょっとクリーチャーってやっても佐藤選手が、土地を引くと除去除去で返されちゃうので、はい、いつ、どのターンをドローに当てて5マナ44をいつ出すか、はい、こう負けないプレイングが大事ですね。毎ターンクリーチャーを出してエンドみたいにやっていくと絶対負けちゃうんで、はい、ちょっとドローで一体にできるアクションを増やしたりとか何かしら工夫しないと。ウォッチのスペル数えてますかね。今追放領域にも1枚あるんで3枚ですかね。今の時点で3マナ3点は確定してる、はい、選択肢が多い。こういう時に結構なプレイングというかうまさが出ますよね。難しいですね、本当にたくさん選択肢があるんで、まあ、ただ3マナ3点でしかないことを生かして5マナ44をこのターン出すとちょっと佐藤選手はまあでも再活で直流を捨ててとかまあいろいろできますね。うん、まあ、なので5マナ 4はもう少し引きつけて出した方が良さそうには見えますが、まあ、1回このターン引くことを考えてるかもしれないですね。4ドローいきそうですね。4ドローすごいさあこうなるともう佐藤選手は本当に押し切るしかなくなったんで、はい、手札先ほどのハンデスで分かっている、分かってます、分かってます、はい、まあ、なのであの中途半端にクリーチャーを出すことが意味がないっていうのは分かっているので、はい、できるアクションを広げてから。佐藤選手もけど結構いろんな選択肢がありますからね。もう直流ってプレイヤーに飛びました、飛びます、飛びます、はい、なので直流本体に打ってダメージを積み重ねることもできますし、はい、さっきのターン終了時にちょっとドローもあり得るかなと思いましたが、まあ、状況は温存しましたね、はい、さあこのターン直流本体打った場合は8から5点、はい、あ、ここは急進室をまず打ちます、はい、でワンドロー、またクリーチャー引いてますね。まあ、何もせずクリーチャー出すという感
展開もあり、そうですね、クリーチャーが出せるんだったらそっちの方が良さそうですが、はい、ここは4点ダメージ、残りライフ6です。そしてトビガエル、これはかなりいいクリーチャーですね。ペトロ選手はこれを返せるか、はい、3-1 インスタの総裁を唱えれば飛行を持つと、ブロッカーを飛び越えてダメージを与えることができます。あと3点取れば直流で、まあ、ゲームエンドやってしまう。あ、6ライフ6、10から4点だけ失礼いたしました。まあ、でもあと2点通ると一応理論上は直流表裏で死ぬので、はい、さあ先ほどギルド階段で引いた4枚生かせるでしょうか。打ち消し呪文を引いてるように見えたんで、はい、まあ、それプラスどういうどれぐらいのアクションができるか。今盤面はかなり苦しいのでとにかくさばききりたいところですが、まず4マナで、4マナからの、ちょっとどう動いても厳しそうですが、もっとやめましたね。クリーチャークリーチャーかクリーチャー打ち消しか、まあ、ちょっとと打ち消しは構えておかないと、はい、最初の佐藤選手の再活持ちのスペルを追放してしまわないと厳しそうですからね。まあ、それか直流に的を絞るか、ま、たそれほど盤面に余裕がないので、はい、まあ、ペテル選手としてはもう相手の呪文を選んでカウンターしている場合じゃないので、もう最初に飛んできたスペルを素直に消すしかなさそうですからね。まあ、このターン次のターンしのげないと、はい、しのげるかどうかがかなり大事なこれではありますね。佐藤選手がちょっと土地を引いた場合、特に山だった場合は相当きついですね。もう直流プラスビーコンシルベの稲妻となると、はい、ここで4マナ、4-3、ここが山だとかなり、あ、山ですね、しました。これだと佐藤選手がシルベの稲妻を打ってみて、まずはペトロ選手の様子を見て、でフルタップになることがあると多分本体直流で死んでるので、はい、さあ秘密都市挑戦者決定戦準決勝、かなり、2ゲーム目大詰めですね。はい、渋の稲妻打ってきました。野生の拡充に打ってきました。ここカウンターですね。はい、フルタップでカウンターしました。で飛びガイルは飛行を持つと、これですと、蒸気族か催眠術師しかブロックできずに、ここアタックしてきました。はい、さあそして直流で負けてるよと、はい、見せて佐藤玲選手見事ライフを削り切りました。すごいですね、あの序盤からは到底削り切れないかなと思ったんですけど、はい、ちゃんと詰め切りましたね。はい、3ターン目もアクションなしという形で、クリーチャーが続いたのが良かったですね。ペトル選手がずっと軸で待ってたんで、はい、さあ準決勝佐藤玲選手対ペトルフレーク選手、2ゲーム目は佐藤選手が取り返していきました。さあ1対1ということで3ゲーム目にもつれ込みました。はい、他のですね、タクですけれども、海博和選手対渡辺光平 選手の対戦は、海博和選手が 2-0 で勝利ということで、はい、僕渡辺選手のドラフトは見てたんですけど、かなりデッキ強そうでしたけどね。はい、海選手が破ってきましたので、はい、つまり、海選手対、佐藤玲選手とペトル・ソフレック選手、勝った方と対戦という形になりますね。あー、なるほど、はい、海選手は卓に一人のセレズニア、卓に一人のセレズニア、4マナ44のアンコモンのやつがかなり遅い順手とかで手に入ってそうだったんで、はい、確かにセレズニア海さんもデッキ強そうですね。はい、44で死んだらまた44等分でいくと、22が2体、ね、22が2体、失礼いたしました。セレズニアってこの環境ではどうですかね、強いですか。セレズニアはタクに一人だったら喜んでやりたいけど、一人じゃないとちょっと、二人だとなかなか、もうだから本当にアンコモン以上が当たり前のように流れてくる前提だとやりたいですね。なるほど、ちょっとコモンが弱いんですかね。コモンもあれなんですよ、他と取り合うのが多くて、やっぱりコモンの強いカードってのはボロスとか、ゴルガリも取っちゃうんで、もうやっぱりそのもう多色の白緑のカードがもう絶対流れてくるという位置だったらやりたいですね。
ちょっといいところ取りされてしまうという感じです。他の色に。ただ多色は取れないんで、やっぱり他の人も。はい。さあ、第2ギリミテッドシン挑戦者決定戦準決勝。佐藤玲選手対ペトルソフーレク選手はただいま2本終わりまして1勝1敗3本目にもつれ込んでおります、はい、手札の強さ的にはもう途中見たら絶対ペトル選手の勝ちやなと思ってしまうようなゲームでしたけどね、はい、見事に佐藤選手はプラチナプロの意地を見せたと。そうですね、いやすごかったですね。佐藤選手結構 GP で前シーズン優勝してるのもリミテッドでしたっけ。そうですね、リミテッド昔から多分本人もリミテッドの方が好きだと思います単純に。なのでもうシャトレスもリミテッドの達人とペトルソフーレック選手この環境はかなりやり込んでいますが、お互いですね、かなりそうですね、リミテッドの達人同士と。まあただゴールドプラチナクラスのプレイヤーなんでどっちも強いですけど、ね、リミテッドが好きかもしれないですけどもう構築も普通に強いですから、ね、はい、もう基本的なところはもう分かってて当然と。ただリミテッドの方が好きだからリミテッドの方をよくやってると。マリアンチェックに入ります。佐藤さんどうですかね、なんか相手の様子を見て先手取るということはない。後手まあもうデッキ的に基本的に後手なんですかね、はい、佐藤選手はかなり手札強そうに見えましたけどね、はい、2ターン目からゴブリンの伝術師、先ほど違っていいスタートを切れています。佐藤選手ここはまずはタップイン処理でしょうか。ここはイルドメージですね、はい、もうできれば序盤はガンガンクリチャー第一していきたいですね。ちょっとペトル選手は先ほどみたいに、はい、もう毎ターン除去を打たなきゃみたいな状態になるときついんで、はい、はい、どこかで攻めていかないといけないというか相手の攻め手を断ち切らないといけないと。できれば1本目みたいに、はい、もう何にもなくて除去別にしばらく打たなくてもいいんだけど、まあ、打とうかどうか悩むようなそういう展開にできたらいいですけど、打たざるを得ないって状態はちょっと避けたい。佐藤選手3ターン目は山からの強いですね、強度のクリーチャーですね、はい、これも最高のイゼットの攻める系のデッキでは最高のアクションですね。3ターン目ウォジェックの護衛さんは、はい、そしてペトル選手のタップインターンエンド。結構クリーチャー先ほど違って佐藤選手多く引いてるようですね。蒸気族と今小柄な流走者が見えたように見えます。さあここでウォジェックの護衛3マナ3、3共同ということで、もう1回動けば十分なんですよね、はい、その後はもう殺されたとしてももうすでに十分仕事してるので、はい、そして小柄に優勝者を追加していきます。で、今のライフゲインですかね。そうですね、ギルドメージを起動して2点ライフゲインしてライフが20対16になりました、はい、佐藤選手の絶好のスタート、ペトル選手はさばききれるでしょうか。はい、ゴビの伝術師があるので流用走者もかなりの打点を叩き出すことも可能にように見えますね。こいつはやっぱりもう一瞬の隙を見せようもんならすごい打点が飛んでくるんで3点5点と、まあ、特に再活がたくさんあるイゼットだと本当に信じられないようなダメージが一旦で入るので、はい、とにかく動きづらくなるんですよね。急進出を2回打つだけで5点ダメージ飛んできますからね。さらに手札はそんなに減ってないと。ここでアップキープに、マイナス24とタップ。おお、これはしかし素晴らしい。これで速攻クリーチャーでもない限りは護衛がこのターン殴れないと。はい、もう一旦タイムオークしたような。そうですね、はい、いやスペルの使い方もうまいですね佐藤選手。ここは追加のクロックを出していきたいか。ちょっとここでクリーチャーが途切れるとペトル選手は、はい、護衛だけ無視して他のクリーチャーを除去り続ける展開も見えるので、はい、このジェックの護衛は単独では攻撃できない。そうですね、それがまあ唯一の弱点なので、はい、さあ佐藤選手力の、おお、しかし護衛2体目これはお互いで2体殴り続けるという展開もあり得ると。さあペトル選手かなり厳しいように見えますがどうでしょうか。除去を1枚持ってそうですね。除去と、そうですね、もう1枚あるんですがもう2枚ありますかね、はい、まあ、ただこの除去を打ってる間に相当ダメージが入るので、はい、ここからの優勝者を除去していきます。
郵送車をですね共同されてしまうと素で2-4というでかいクリーチャーになってしまいますので、まあ、ここは2体アタックでしょうか。アタックしていきますね。6点です。さあここもクリーチャーが続くか、はい、クリーチャー切れると、おお続きそう、続きそう、おっと大量大量に蘇ると遁走する蒸気族。これ1枚スペル唱えただけでかなりの、あーっとペダル選手間に合わないと、はい間に合わないと取りをいたしました。というわけで準決勝、佐藤玲選手が見事ペダル選手を打ち破り決勝進出となります。おめでとうございます。